ノルマンディ2面は自由フランス軍の戦闘飛行隊、後に戦闘飛行連隊である。この部隊は第二次世界大戦の東部戦線において第一空軍と共に作戦に従事した。この連隊はイギリスの第151航空団と共にわずか2つしかない第二次世界大戦中の東部戦線に参加した西側の連合国の部隊の一つとして著名であり、 ヨーロッパでの戦争終結までソ連軍と共に戦った唯一の航空部隊である。この部隊は第二次世界大戦中の1943年半ばに編成された。当初この飛行隊はフランス軍人がすべての戦意域で戦うことが重要だと感じていた自由フランス軍の指導者であるシャルル・ド・ゴールの提案により東部戦線のソ連軍の援助に送られた。 フランス人戦闘機パイロットの一団により構成されていた。この部隊は初代指揮官ジャン・トゥラーヌが率いる自由フランス空軍の GC さんであり、1943年3月22日から1945年5月9日までの3つの戦いでソビエト連邦側で戦った。この間に273機の敵機を撃墜し、 フランスのレジオンドヌール勲章やソ連の赤旗勲章を含む両国の数多くの勲章や表彰を授与された。ヨシフスターリンはネマン側の戦いへの参加に対して部隊にネマンの名称を与えた。2005年時点でこの部隊は脱走ミラージュ海 1CT 戦闘機を装備する130飛行隊として知られる。この飛行隊は2010年6月に一旦解体されたが、 2011年初めに再編成された。1941年6月のドイツ軍のロシア侵攻から6ヶ月後に自由フランス軍とソビエト連邦の間の緊密な連携を目的とした会談が持たれた結果、当初12名の戦闘機パイロットと47名の地上要員で構成される東部戦線に従軍する特別飛行隊を編成することになった。 ドゴールは1942年9月1日に、ジョセフ・プリカン少佐式の第三戦闘飛行隊、ノルマンディの発足を公式に発表した。整備員、パイロットと機材が列車と空路を使えてヘラン経由で、爆上を送られた。部隊は、ジャントゥラーヌ少佐が飛行隊の指揮を引き継いだ1943年1月末までに、ヤコブレフ役マイナス7を使用した訓練を完了しており、 3月22日には実動状態となった。ヤコブレフ約 -1 戦闘機を装備した GC3 の最初の戦闘は10月5日まで続いたポラトニアニーザバドとスラボーダ、マナスターチナ艦で行われた戦いの中での交戦であった。4月5日の最初の空中戦で撃墜したフォッケウルフ FW190 から部隊の戦果は行々しく祭り上げられ、 ドイツのビルヘルムカエテル元帥が捕虜としたフランス人パイロットは処刑するようにという命令を出すほどにソ連のプロパガンダから焦点が当てられるようになった。テューレーンは7月17日の戦闘で戦死しピエール・プヤード少佐が指揮を引き継いだ。10月11日にドゴールは飛行隊に解放勲章を与えた。1943年11月6日に g c んがトゥーラに移動した時には、部隊が実動状態になってから72機の戦果を数えていたが、部隊発足時から所属しているパイロットはわずか6名となっていた。前線任務となった最初の年で、部隊は86機の撃墜と16機の敵機に損害を与えたが、その代償に25機の約戦闘機を失った。1 9 4四年に飛行隊は四番目の、 エスカドリルを隊列に加え飛行連隊へと拡充された。トゥーラでより高性能なヤコブレフ約マイナス 9D での訓練を終えると拡充された連隊は2度目の戦いのために再度前線任務に戻った。この戦いは1944年11月27日までドゥブルフカと周辺で行われた。この戦いの間にネマン川を占拠する戦いへの 参加の功績を表彰して、ヨシフ・スターリンは連隊を、ノルマンディ・ニーメンという部隊名称にするように命じた。東プロイセンに対する新しい構成の初日10月16日に、連隊のパイロットは、損失を出さずに29機の戦果を上げたと申告した。部隊は、翌月には、ドイツ領内に拠点を置いていた。同年末に、プイヤードは、連隊指揮官の任務を解かれ、 その他の熟練パイロットたちと共にフランスへ帰国した。連隊の指揮はルイ・デルフィーノに引き継がれ、1944年末までに部隊は201機の戦果を上げていた。1945年1月14日にノルマンディ・ニーメンはヨーロッパにおける戦争終結の日である v E デー後の東部での公式な勝利が宣言された5月9日まで続く。 ドイツ第三帝国の東プロイセンを中心に繰り広げられた三度目の戦いに参戦した。ソ連は37機のヤコブレフ約マイナス3をフランスへの贈り物として提供することで部隊への感謝を表明した。パイロットたちは1945年6月20日にパリに帰還し英雄としての歓迎を受けた。戦争終結時点で部隊は 確定273機と不確定37機を撃墜し、それに対指示部隊の87機と52名のパイロットが撃墜された。約5240装置を実施して869回の空戦を行った。その他に27両の列車、22両の機関車、2隻の S ボート、132台のトラック、24台の兵員輸送車両も破壊した。 舞台のパイロットのうち42名が戦死し、30名がエースパイロットの資格を得た。マルセル・アルベール、マルセル・ル・フェーブル、ジャック・アンドレ、ロランド・ラ・ポアブの4名のパイロットがソ連邦英雄となった。この舞台はブリャンスク、オリオール、エディニャ、スモレンスク、ケイニフィスベルク、ピラウといった戦闘で戦闘名誉賞を授与された。フランスからはレジオンドヌール勲章。 解放勲章、マドイ・ミリテール、クロアド・ゲール勲章と6つのパルム勲章を、ソ連からは、赤旗勲章、アレクサンドル・ネフスキー勲章とこの2つの勲章の間20度に及ぶ表彰を受けた。生き残った約マイナス3戦闘機は減少していき、現在は1機が、フランスのルブルジェ航空宇宙博物館に展示されている。ジャンド・レルト監督の1960年作の フランス、ソ連合作映画、ノルマンディ・ニーメンでは、最初に、ピエール・シェンデルフェール監督の1992年の作品、ジエン・ビエンフ内では、主人公のデュロック中尉の、ノルマンディ・ニーメン時代の戦いが描かれている。フランスのルブルジェ航空宇宙博物館に、展示されているノルマンディ・ニーメン部隊のヤコブレフ役マイナス3。ありがとうございます。